んこんにちは。もっと自由にもっと自分らしく結婚式準備ができる EC サイトコーディスタッフのともこです。本日はゲストにカラーコンサルタントでフローリストの岸本純子さんをお招きしておりますので解説をお願いしたいと思います。岸本さんよろしくお願いいたします。カラーコンサルタントでフローリストの岸本純子さんです。よろしくお願いします。お願いします。パーソナルカラー診断とは何でしょうか？はい、パーソナルカラーというものは全ての色を4分割に分けて考えています。春夏秋冬というイエローベースの明るい色、イエローベースの深い濃い色、ブルーベースの明るい色、ブルーベースの深い濃い色という4つのグループがあります。そのグループを人の肌色、瞳の色、髪の毛の色がどのグループに一番お似合いかを布を当てながら診断するのがパーソナルカラー診断ですね。なのでそれに合わせて花嫁さんのドレスやウェディングブーケもお選びいただくとすごくこう綺麗な仕上がりになると思います。ありがとうございます。では本日は春夏秋冬の4つのカラータイプ別で人気のニュアンスカラーのドレスのコーディネート5ドレスだけではなくてヘアメイクとブーケも合わせたトータルコーディネートでご紹介したいと思います。それではサマータイプ編行ってみましょう。コーディレポーターの陽子です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。陽子さんのサマーの特徴なんですが瞳の色が薄いこうちょっとグレーがかった明るい色をしていることと髪の毛の色今染めてらっしゃるとは思うんですけど元の地の色が黒なんですがかなり優しい明るい黒なんですね。この辺だとあと肌の色、肌の色は青みを帯びたお色なのでこれがサマーの特徴です。似合うお色っていうのが少しこうペールトーンとかパウダートーンっていうんですかね少しこう粉がかかったような白っぽいような色が似合いのタイプです。頬の赤みが、ピンクがローズピンクというちょっと青みのあるピンクの肌色のタイプなのであまり黄色っぽいものがちょっと苦手な肌の色なんですね。お待ちしてるのがマスタードですね。パーソナルカラーでいうオータムのお色になるんですがちょっと黄色みが強いお色なので顔写りがだいぶちょっと黄色っぽくなってしまうのでこれは似合わないお色の一つになります。こちらがサーモンピンクですね。春秋の方のイエローベースにとってもお似合いになるお色なので陽子さんが、着られるとちょっと顔が黄色く映ったり顔色が悪く映ったりするのであまりおすすめではないお色のドレスになります。夏タイプのお似合いの色なんですがラベンダーとか水色いわゆるシャーベットトーンですとかパウダーカラーがお似合いになるのでこの辺のお色がとてもお似合いになります。こういったというとシルバーとか、優しいホワイトなんかもお似合いですね。では今日は今人気のニュアンスカラーを合わせていただきたいと思ってるんですけどサマータイプに似合うニュアンスカラーのドレスってどういうのでしょうか？サマータイプはもともとニュアンスカラーがとってもお似合いのタイプですのでこういうブルーグレーみたいなお色とかこの辺の色がとてもお似合いになります。肌色とか髪の色とかと一緒にこう白くこうベールがかかったようなふわっとした雰囲気になるのがこのサマーの特徴になります。ですごくこうニュアンスカラー自体がお得意なタイプです。では早速さっきのニュアンスカラーのドレスを試着してみましょう。このドレスのサマータイプに似合うポイントっていうのをいくつか教えていただけますでしょうか？はい、お色がブルーベースのこういうシルバー系の薄いブルーというかシルバーのようなお色、あとはチュールが重なったようなこうパウダリーな質感と細かいラメですとかシルバーの刺繍なんかもすごくサマーの方に似合う特徴になっています。
タイプでいうとクラシックタイプできちんとしたこうお洋服のラインがお似合いになるタイプなので、あのすごく端正な感じに仕上げた方なので、ウエストが締まっているとか肌が出過ぎていない感じとか、そういったところもとても似合うポイントになってます。ブーケのポイントも詳しく教えてください。ブーケに使っているあのお花のお色も代表的なサマーのお色でお作りしています。ピンクもローズの薄いブルーベースのピンクですね。あとはブルーと葉物もあまりフレッシュな黄緑ではなくてグレイッシュな、最近シルバーリーフと言ったりしているんですが、こうグレーのリーフ類を使っています。それから白も混ざってるんですが、こうパッと目立つ白ではなくて優しい感じの、ホワイトが夏のホワイトなので、全体的にすごく夏の色しか使っていないような部位になります。透明感のあるポイントで、それもすごく形も全てがよくさに似合うように今回お作りしたんですけれども、例えば最近すごくこうスモーキーカラーとかニュアンスカラーのドレスに合わせて、ブーケもそういったお花のお色を持ちたいっていう方が多いので、例えばこういったものもとてもドレスとお似合いになりますね。季節でいうと春夏秋と3シーズン混ざってるようなブーケになってます。こういった感じでちゃんとドレスに合わせてシーズンを超えても合わせることができます。それではヘアメイクを担当いただきましたビーセレブの平野さん、ポイントを解説してください。はい、ヘアの方は、ボブスタイルだったので立体的にウェーブを作りました。でメイクのポイントとしては肌を透明感出すように意識して作らせていただきました。ドレスのカラーとか陽子さん自体のカラータイプに合わせたポイントなんてありますでしょうか、ね、モデルさんのお写真を見た時にモデルさんのお顔でイメージさせていただいて、実際ドレスを見た感じすごく素敵なドレスだったので、目元はドレスに合わせてラメをすごく活かした感じにしました。でチーク と、口紅の方はローズピンクいまして、ちょっとブルー系で透明感のある、お色味を使わせていただきました。アイシャドウの色なんかも、はい、ドレスの色意識されてるんでしょうか。そうですね、シルバーっぽいパープルな感じで、うん、ちょっと難しいお色味なんですが、色がそんなに出ないのでラインを強めにしました。そうすることでなんかこう浮かないというか、そんな感じになる。そうです、ドレスにも負けない感じで、目元をバッチリ持ってくることができます。何もかもがこう透明感でなっちゃうとぼやけちゃうので、ポイントとして目元を強調した感じのメイクにしました。最初はカラードレスを着ることに抵抗があったんですけれども、トータルコーディネートをしてもらうことによって新しい自分と出会えることができました。ご自分で着たいドレスとかたくさんあるとは思うんですが、まず似合うかどうかっていうことをちょっと見ていただいて、肌色ですね、肌写りがいいということがやっぱり面積もドレスって広いですのでとても大切なことになるので、ぜひパーソナルカラーに合った似合いのドレスを選んでください。表参道のウェディングブーケサロン&フラワーでも花嫁様のパーソナルカラーを一緒に見ながらウェディングブーケのご相談をしておりますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。ボディの方に商品がありますので、どうぞよろしくお願いいたします。次回もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。